どうすればいいかな。じゃあ、おしっこすれよ。こんにちは。こんにちは。今日は、GO の質問コーナーをやります。はい。はい。パチ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 。何が？これ、これは、これじゃない？え、読めない。タンゲリンに。あ、タンジェリンだ、多分。タンジェリンってちょっと何かわかんない。タンジェリン。タンジェリンとは赤みの強いオレンジ色のことだって。色のことなんだ。ということで、今日はインスタで募集したGOへの質問にたくさん答えてもらいたいなと思います。いいですか？うん。できますか？うん。ちょっと前にもGOの質問コーナーを2歳になってからやったんだけど、その時と変わったかな？どうかな？うん。いっぱい質問いただいたので答えていきたいと思います。じゃあいきますよ。好きな子はいますか？母ちゃん。おお、やった。うん。母ちゃん。うん。パパと母ちゃん。パパと母ちゃん。うん。嬉しい。イエーイ。じゃあ次いきます。ゴルフの大好き、かちゃんと。あ、ほんと？嬉しいな。うん。でもいつもなんかパパとゴロンしてるよね。うん。母ちゃんともしてくれる今度。うん。やった、イエーイ。好きな食べ物は何ですか？これジェリービーンズ。うん。今食べてるこれです、ジェリービーンズ。嫌いな食べ物は何ですか？全部。全部。違う、全部好き。あ、そうか、嫌いなものないってこと？うん。あ、すごいじゃん。確かに結構いろいろ食べるね。うん。あんまりこれ嫌だっていうのね。油揚げぐらいかな。油揚げ好きじゃない。そうだよね。ちょっと油揚げは苦手です。ねねの好きなところを教えてください。水族館。水族館。違う違う。違った？何だった？ねねの好きなところ。アンパンマンの映画。うんうんうん。じゃあ次、キキの好きなところ。優しいところ。強いところ。チンチン。OK です。じゃあパパの好きなところ。金玉。やば。じゃあ次いくよ。母ちゃんの好きなところ。何かな。ない？ある。ある。教えて。一個でいいから教えて。スーパー。スーパー。ああ、スーパーね。うん。一番好きなおやつは何ですか？ウェハース。うん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 。あのシール入ってるやつね。うん。一番最近はワンピースとか、あとなんだっけ？ドラゴンボール。ドラ、あ、そう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 。めっちゃハマって、めっちゃ食べてる。あのシールが何当たるかが楽しいんだよね。うん。レアとかあるからね。うん。で、ちょっと当たったのを、この iPad のケースなんですけど、ちょっといいやつはここに貼ってる。今日はこれが当たりました。このなんか、GO のお気に入り集だよね。うん。ね。すごいよね。キラキラ。うん。好きな仮面ライダーは誰ですか？全員。うん。確かに。みんな好きだよね。何色が好きですか？何？色。何色が好き？これ。どれどれ？これ。うん。何色が好き？これ。薄いグリーン。このグリーンが好きだそうです。一番お気に入りの服。気に入ってるお洋服何？なんだろう、いっぱいあるよね。最近よく着てるのは、あー、確かにミッキー。ミッキーがついてるお洋服は自分で選んで結構着たりしてる。母ちゃん。清香さんからの質問だよ。答えてくれますか？質問、いいですか？チンコ。答える気ないだろ。いくよ。何歳まで抱っこさせてくれますか？だって。5歳。あと、じゃあ2年だね。5歳だそうです。8
見ててよ。うん。うん。何？ゴーが朝起きて一番にすること、最初にすることは何ですか？うんこ。いいことだね。快便です。じゃあ次。ゴーの好きなご飯は何ですか？全部。全部。ゴーは米を本当にすごいよく食べて。あ、じゃあ難しいよ。何それ。私が代わりに答えるんですけど、こうは唐揚げとか、あとはハンバーガーも好き。なんかすごい。鼻水出て。何？何？鼻水出てきた。あの子供が好きそうなメニューは大体好きです。ポテトとか。最初見てってよ。やばい。うん、見せた。ちょっとごめん、すげえじゃん。うん、楽しいね。見せた。これはあのゴーに相談だって。聞いて、うん、ゴー君と同い年の息子がいます。息子って男の子ね。誰？ちょっと名前は分かんないんだけど、いるんだって。でトイレでうんちができないんだって。どうすればいいですかって。尿道。でも、あ、ゴーじゃない、うん、このゴーの知らない男の子だけど、うん、その子がトイレでうんちできないんだって。どうすればいいかな。じゃあおしっこすれよ。トイレでうんちするには、うん、おしっこすれって。ふける。でも、ゴーもね、まだ 100% じゃないよね。もうおむつじゃないんですけど、まだ 100% じゃないところがあるから。やめてて。これからじゃないですかね。多分5歳ぐらいまでには、多分結構、ゴーの子がおむつ取れるし、トイレにも行けるから、まあ、ゆっくりで、子供たちのペースで大丈夫だと思います。私は。好きな言葉。クリスマス。ああ、確かに大好きだよね。母ちゃんの顔はどこが好き？目。おお、目？うん。やった。大きくなったら何になりたいですか？ゲリンゲ。ゲリンゲ？うん。ゲリンゲって何？ピカチュウにいるやつ。あ、ポケモンか。うん。あ、ポケモンになりたいってことね。うん。今欲しいものは何ですか？ゲーム。ちょっと待って、映ってない。スイッチ。なになに？スイッチ。スイッチ？ゲームのスイッチ。ニンテンドースイッチですね。はい。ボクシングやってますか？これでやってます。はい、お家でパパと練習したり、ちょろちょろちょろっとやってる感じですね、今。でも、キキは4歳からジム通い始めたから、次誕生日来たら4歳なんですけど、来年っていうか今年か。誕生日が来て、そのちょっと様子を見ながら行くかもしれないです。あれ、どこ行きましたかね。なんか見えませんね。なんかウフフフフだけ聞こえるんですけど。あら、あ、来た来た来た。あ、何？あ、急いで。何をしてんの。これに入れてきたの。なんかミット持ってきた。もう行くかいちゃん。うん、つけるの？うん。ゴーはこれやる。うん。ワン、オー、ツー。うん。うん。オッケー。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんな感じです。次はちょっと難しい質問です。いけますか？うん。いきます。好きなうんこの色は何色ですか？黄色。おーおー、黄色ですか？前も黄色だったね。ずっと黄色のうんこが好きなんだ、ね。うん。保育園で一番楽しい遊びは何ですか？粘土じゃなくて、追いかけ。うんうんうん。
いつもめっちゃ書いてくるよね。なんか紙にね、うえ紙にいっぱい書いてきて、いっぱいお土産持ってきてくれるよね、いつもね、うん、あと、あれも好きじゃない？外遊びだとずっと走ってるって聞いた。何をしている時が一番楽しいですか？向かいで何してる時が楽しい？今お絵描き？工作？塗り絵？全部。全部。マリオカートは何のキャラクター使ってますか？だって、クッパ。クッパだね。昨日もちょうどやってクッパ選んでたね、うん。パンとご飯どっちが好きですか？どっちも。どっちも。パンもご飯もどっちもすごい食べるんだけど、パンは硬い方が好きだよね。ね、こんなフランスパンをさ、かぶって食べるのが好きなんだよね。ね、お友達の前ではどういう性格ですか？ちょっぴり人見知りだから、やっぱり自分からはあまり積極的にいかなくて、ちょっと時間が経って仲良くなったりする感じですね。もしもーし、母ちゃんのご飯で何が好きですか？うんこ。お化けと鬼どっちが怖い？どっちも、うん、さあぶっ飛ばす。おー、じゃあどっちも怖くない、うん、強くなった。好きなケーキは何ですか？バナナケーキ。ダビビッグのケーキペッパピックね、うん。じゃあ最後です。好きなアニメは何ですか？あのアニメってあれよ、あのお猿のジョージとかペッパピックみたいなやつ。最近はすごい見てるのはペッパピックを YouTube で見てるよね。よし、じゃあ以上でございます。お疲れ様でした。ちょっともう飽きちゃって iPad をやっておりますが、たくさん質問ありがとうございました。いつもいいねとかコメントをいただいてすごく励みになってます。これからもどうぞよろしくお願いします。あとねねとおききも質問コーナーやりたいって言ってたので、インスタで募集した時はいっぱい質問をお願いします。それではバイバーイ。